チャオ。ですね、今回はですね、日本の乾物を使った、ナポリのゼッポリーニっていうのを作ってみようと思います。実は私も日本のこういう乾物を使った、料理っていうのをですね、もう何年も前からアルバムのテーマとして挙げてます。私のその海苔のパスタ、あれもその中の一品なんですけども、日本の乾物って結構栄養価があって、そしてまあ、美味しくてですね、一番旬の時期に採れたものを干すわけですから、そして美味しいものが結構あります。こういう、わかめであったり、海苔であったり、ひじきであったり、切り干し大根、煮干し、豆、干し椎茸、いろんなものを使ってですね、こういうイタリア料理に仕立ててます。今日はこの中の、干し桜エビと、ひじきを使って、ナポリのゼッポリーニという料理を作ってみようかと思います。ではゼッポリーニというのはですね、日本でも、まあ、ピッツェリアさんありますよね。ナポリ風ピッツァを出しているお店、多分そういうお店であれば大体出している料理だと思います。要はピッツァの、生地に、海苔、青のりを入れてですね、それを油で揚げる、こういう一口大の、まあ、パンみたいなものなんですけども、その海苔の代わり、まあ、海苔って言ったってイタリア人普通食べないんですけども、そのゼッポリーニにおいてはナポリの方では食べるみたいですね。その海苔の代わりに、この桜エビ、これを干した桜エビ、そしてあとひじき、これはもう水で戻してます。こういうものを加えて生地にするという、それを揚げるだけです。非常にシンプルなんですけども、これを覚えると非常に便利です。栄養価も非常にこれ高いですし、ぜひ覚えてみてください。じゃあこちらの方に参りましょう。薄力粉、そこに塩を入れます。日本の場合はグルテンの含有量によって薄力、中力、強力と変わってくるんですけども、イタリアの大体粉っていうのはきめの細かさ、粗さによって変わって区分けしてるみたいですね。例えばお菓子に使うものは非常に細かいものは00、その次は0で、ウノ、ドゥエ、トレ、123というふうになってきてます。で、大体グルテン具合っていうのは日本の中力粉に等しいぐらいだそうです。ですからレシピを検索してもらったら、中力粉だから薄力粉と強力粉をあえたものっていうふうに作る場合が結構書いてるんじゃないかなと、さっきちょっと見てみたんですよ。実はそういうふうに書いてるものが多かったです。うちの場合はですね、そのピザ生地というよりはもっと軽いものに仕立てたくて、今日は薄力粉だけの、衣にします。この方が軽く、ちょっと柔らかい感じで仕上がります。ですから薄力粉、そこに今塩をしましたね。塩少々で、予備発酵のいらないドライイースト、イーストを入れて、あとお砂糖をちょっと加えます。そして、お湯を、ぬるま湯を入れていきます。これを混ぜるようにしてお湯を入れていきます。まあピッツァ、パンの生地よりも少しやわい感じ、柔らかい感じになります。こういうふうにして練って、軽く練っていって、ひじき、田中さん、はい、ひじき、これ水気切ってくれた？水気切りました。軽く、はい、軽くね。ひじき、水気をねちょっと軽く切りましょう。残ってるようだったらちょっと絞るなり、少しちょっと足します。あ、いいね、これぐらいでいいね。ひじきが入り、干し桜エビ、こうやって見ると本当に乾物がいっぱい入ってるでしょ。ちょっとオリーブオイルも入れるんだっけ？はい、オリーブオイル。はい。で、オリーブオイルを少しこう加えます、生地に。まあ、小さじ1ってとこですかね。入れて、練っていきます。で、生地の方の、出来上がりはこういう感じですね。硬さの目安としては、まあ、少しとろっとする感じです。これを油の中で揚げていきます。じゃあ、ゼッポリーニを、油で揚げていきます。まあ、スプーンなんか使えばいいですね。で、生地を入れる前に一回こう油通したらですね、油をこうやってね一回通してこう振って生地を持ち上げると、油離れっていうかスプーン離れがいいですね。こういう感じで一口大のものを入れていきます。まあ、普通のゼッポリーニ、海苔だけのものももちろん
作ったりしますけども、この四季とちょっと油が強い、温度が高い、ちょっと今火を消しました。温度が高い時はこうやっていっぱい入れてってちょっと温度下げます。でこういう感じでひっくり返していきます。で香ばしくいい色が上がって中の水分が程よく抜ければ出来上がりですね。これどういう時食べるかというと、まあ食事の前にちょっとつまんだりとかですね、まあ、小腹が空いた時におやつで食べたりとか、そういう感じのポジションでいいと思います。で今日は桜えびとひじきを入れましたけども、他の具材、まあ乾物に限って言うんであったら例えば切り干し大根を戻したものであったりとか、全然違うんですけども、乾燥納豆とか私好きなんですよね。乾燥納豆なんかを入れてこうやって揚げてってもいいと思います。で乾物以外にも例えばチーズであったりとか、いろんなものが応用としてできると思うんですけども、基本的には、ナポリの方で、ゼッポリーニ、青のりを入れて揚げてるのが、本来の形です。あと揚げ物に関して共通言えるのが、このやっぱり音が静かになってくる、泡が細かくなってくる、これで出来上がりですね。じゃあもうそっか、出来上がるから若手2人呼んでくれるかな。田中さん、はい、田中の後輩をちょっと2人呼びます。じゃあ上げます。こちらに上げて、これで出来上がり。じゃあちょっと盛り付けますね。じゃあ盛り付けます。まあ、こういう料理はもうざっくりと持って、もう手でつまんで食べるとか、そうしてもらえればいいかなと思います。はい、こんな感じで出来上がりですね。では今回はですね、うちの若手2人、1人新加入がいまして、2人でにちょっと味見を見てもらおうと思います。ルイ南條。はい、はい。ですね、新加入の南條、自己紹介してください。はい、12月から、入社しました南條海です。よろしくお願いします。南條海です。もう知ってるけど、はい、自己紹介。今年で3年目の池根ルイです。よろしくお願いします。池根入れちゃっていいのね、ルイね。ルイです。はい、はい、じゃあ気合い入れるファイティングポーズ。実は2人ともですね、格闘技をやってまして、ルイは何やってたんだっけ。僕はずっと空手をやってます。空手、はい。南條は。僕は空手とボクシングを食べます、はい、ということで、まあ、ちょっと体育会系で、ちょうど今いるんですけど、直井はですね、柔道をやってまして、はい、ちょっと耳見せてくれるもう、はい、ね、前コメントであったよね、直井さんって、ね、耳見たらっていう。ラグビーかなんか、どういうかって大体言われますね。うん、まあ、そういう感じで今打ち合わせ行ったんですけど、今日来てる須貝もちょっと柔道やってまして、まあ、結構その格闘技系が。田中さん相撲かな。違ったのね。オッケーオッケー、分かった。いい、ありがとう。、はい、じゃあ直美さんいいや、向こうのミーティング戻ってください、はい、じゃあ2人にちょっと味見をしてもらいます。はい、フォークで、はい、もしくは手で食べてもいいよ。これじゃあ 手で食べようか、はい、手でつまんで。二人とも初めてだっけ。そうですね、初めてです、ね、はい、いただきます。うん、熱々でしょ。大丈夫。はい、揚げたて美味しいです。香りがすごいいいですね。うん、何の香りが一番する。エビの香りが最初に来て、最後にひじきの香りが抜けていきます、うん、相性いいでしょ、ひじきとエビ、はい、桜エビとかね、はい。で本来このイタリア人こういう桜エビもひじきも入れないんですよ。食べたことあるかな、ゼッポリーニって青の海苔が入ってるやつ。いや、ないです。ちゃんとしたのはない。そうですね、本当に。はい、作り方簡単だから YouTube 見て覚えるよ。はい、今日はひじきと桜エビじゃなくて海苔入れるから、はい、大丈夫ね。はい、はい、じゃあありがとう。ありがとうございました。ごちそうさまです。ということで、これ本当に非常に簡単です。生地さえしっかりして、あとこれもね、揚げる前にの生地の状態、これ冷蔵庫で、1日ぐらいはこの状態で保てると思います。
さっきも言いましたけども、中にいる具材もいろいろと考えてみて、アレンジをしてもらえればいろいろ応用が効きます。ぜひ試してみてください。はい、次回はまだ考えてません。これからいろいろと考えてみます。でも本当にお客さんで来てくださる方は男性が多くて、でロピアさんの流れ、もしくは私の流れで料理を作り出したっていう人が本当多いです。で、作ってみたら意外に簡単で美味しかったと、こういう感じでですね、簡単なレシピをまた続けていこうと思いますので、ぜひご覧ください。で、コメントも質問コーナーありましたけども、ちゃんと見てます。で、また改めてああいう質問コーナーも間隔を空けてやっていきたいなと思います。では引き続きよろしくお願いします。チャオ。